サソリ座の満月。他人のことがよく見えるかも。誰かと思いを分かち合えば癒しに。あなたも輝く何かを手にできるはず。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日は5月7日のサソリ座の満月についてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。サソリ座のその満月に今手に入れているものの輝きに気がつく時という風なテーマをつけてみました。で、占星術ご存知な方はサソリ座の月と180度で牛座の太陽がオポジションになることはご存知だと思うんですけども、今手に入れているものの輝きに気がつく時、五感と共存心というのがテーマになります。で、また牡牛座に太陽があるということから、穏やかな生活や物質で満たされている人はお金や宝石で明るく照らされているから、そこがピックアップされますよっていうことになります。で、また満たされていないっていう感じる人もいると思うんですよね。で、ここで満足感を得るための対策を探せば OK だよっていうことで、自分の持っているものがその光としてこう輝くとすれば、そこにあなた自身がそのこれから手に入れたいものの方に注目をして、そこに意識を向ければ大丈夫だよっていうお話なんですよね。またですね、この月っていうのが他人の持ち物を示すということから、他人の持っているものを通して自分に必要なものが分かるっていうことってやっぱあると思うんですよね。なんか自分自身の貯金を見て、あ、なんかこんだけしかないなと思う人もいれば、これで十分生活できるっていうふうに思う人もいると思うんですよね。で、それは本当にその人の価値観なんですよね。だから価値観の違いによってその喜びとか幸せ度合いも全然変わってくるじゃないですか。だからたくさんのものを手に入れないと満足できない価値観を持っていたら、みんなから見てすごいたくさんのものを持ってると思われていたとしても、本人の中では満足じゃないですよね。あなたにとっての価値観、大切なものっていうところに意識を向けていただくために、そのじゃあどんなことをすればいいかっていうところに、この残高、貯金の残高を見てみたりとかですね、具体で公共のお金とかの、それ手続きも含まれますけれども、そこに意識を向けてみる。で、このこんな時期なんで公共の料金がちょっと手続きのことも気になったんでちょっと書いてみました。で、パートナーとの生活共存ですよね。で、子供を産むかどうかというのもこのサソリ座のキーワードになりますので、そのあたり、そしてペットを育てるってことにおいても、で、また恋人とのスキンシップに対してということで、サソリ座はスキンシップの意味合いにもリンクしてきますので、人と触れ合うことも今ってね、どのあたりまでっていうふうなことも結構悩みのポイントになるとは思うので、そのあたりもこの満月に結構感覚というか価値観が変わられる方も多いのかなと思いました。この日はサソリ座の月と牡牛座の太陽のオポジション、この満月になる前に3時31分に牡牛座の天王星とサソリ座の月がオポジションになる。で、その後19時39分魚座の海王星と牡牛座の水星がセクステルになるという配置図から、こんなキーワードが浮かびました。急な自己価値の変化が感情に与える影響ですよね。また今まで大切にしていて守り抜いてきたものが突然に形を変えてしまうことで、共感力によってふと我に返るようなことっていうのがこの満月のそのキーワードに挙げられます。ちょっと細かく、じゃあどういったことなのか、どういう意味というふうに思われる方多いと思いますので、ちょっとさらに
天体の方を見ていただこうと思います。ちょうどサソリ座の方をまあメインにちょっとお伝えさせていただこうかなと思っていまして、サソリ座の17度っていうのが30度枠なんですけれども、17度って言ったらだいたい11月の10日前後の生まれの方がちょうどこの今回のサソリ座の満月の影響を強く受けるのではないかと思えるんですね。でそれ以外の方も全然受けないというわけじゃないと思うんですけども、おそらくそのあたりが一番強烈に受けるのではないかと考えています。ここに太陽があるという感じになるんですけども、ここに月が入ってくるあの時って1ヶ月に1回あるんですね。でその1ヶ月に1回この月が巡ってくると、月が巡るという意味でもあるわけなんですよ。なのでそのあらゆることのリセットがかかるというふうに思っていただいたらいいかなと思うので、例えばこれまでこのサソリ座のキーワードからすると過去を振り返って後悔していることであったりとか、自分自身のその掘り下げた意識によってそこから逃れられない何かがある方はこのタイミングで逃れることができるのかもしれませんし、この月が巡ってくる日っていうのがこの太陽と月がこう引っ張り合うという配置なので、まあ満月苦手だなと思う方もいらっしゃるかと思いますし、ちょっと不安になるという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でさっきのあのお話からするとちょうど先にこう月と、この天王星ですねがオポジションで180度になった後、この海王星と水星が60度の配置になる、太陽と月がオポジションになってというあの動きになるんですよ。でその時に何が言えるかと言いますと、ちょうどサソリ座からするとテーマがパートナーシップとか対人関係にいるんですよね。で牡牛座の価値観なので、やっぱりこう今までずっと付き合いの長い相手とか、サソリ座自身、サソリ座さん自身がですねお付き合い長くなる季節があるかなと考えることができるので、お付き合いが長い方との例えば感情のすれ違いっていうこともここで起こるのかもしれないんですよね。まあちょっとネガティブにとると人と離れることであったりとか距離ができるってことなのかもしれないんですけども、復活っていう意味もサソリ座にあるので、そのたとえ離れたとしてもきっとまたそのご縁があればきっとつながってくると思うんですよ。なのでそのあたりはその距離感って取っていただいて、特にその別れであったりとか強制的に引き離されるみたいなあのそのこのネガティブな意味に取られなくても私はいいと思っています。なのでその大切な人とかあの今までの人間関係を壊したくないなと思われる方は、特にその引き離されるとかこの天王星のあの意味合いにこうね分離とか悪い意味あるので、どうしてもこう悪くとって質問とかもされるんですけども、あんまりそんな風に考えられなくてもいいかなと思います。自分が大切に思っていて離れたくない相手であったりとか、自分が離れないようにちゃんとこうあの頑張っていればというか、あの維持しようと努力している相手とはなかなかそんな離れるようにはならないと私は信じているので、まあ、そういう風にあの大切にあの誰かとお付き合いしてされている方は全然心配されなくてもいいと思います。でその中で、この海王星と水星の配置っていうのがすごくこう穏やかになっていくので、まあ、ちょっとそういう刺激がもしあった方もここであなた自身の優しさとか、まあ、人をいたわる思いとか愛を与える力っていうものが考え方を変えさせるというんでしょうかね。なのでもしあの今ですね、サソリ座の満月前にちょっと不安定で人間関係であったりとか、そうちょっとうまいこと言ってない人がいたりとかして、連絡しようかなとかってすごくあの気を使われたりとかしている方はきっと連絡出さった方が私はいいと思っています。特にあのサソリ座さんはやっぱこう寡黙あのお話は普通にするんだと思うんですけど、やっぱ感情に対してはすごく掘り下げて自分の中に押し込めるような印象があるので、できるだけやっぱ言葉に発して
相手に伝えるっていうことをされた方がいいかなっていうふうには思いますので、一応お伝えしておこうと思いました。サンサリザーさん以外の方はちょっとそのさっきのお話なんですけども、価値観の違い、自分の持っているものが突然何か形を変えていくっていうお話なんですけれども、ちょっと個人的なお話で申し訳ないんですけども、私の昔奈良に住んでたんですけども、18歳の時に就職して1年ぐらい奈良で働いてたんですね。奈良って車いるんですね。だから普通に車乗ってて、で車買いたかったんですよ。乗り物好きで、その頃は、今はめちゃくちゃ怖いんですけども、乗り物好きだったから、その時は車買おうと思ってずっと貯金してたんですね。でその時に突然、1年か19歳ぐらいの時に、家を出ないといけなくなったんですよ。でそれは自分の意思ではない、別に出たくなかったんですけども、でもそのお家のその問題でちょっと家を急に出なあかんってなった時に、自分の貯めてたお金を使わないといけなくなっちゃったんですよ。でそれはその時はめちゃくちゃ嫌でしたし、はぁって残念に思ったんですけども、結局一人でその時住むことになるんですけども、そこからがずっと一人暮らして結婚してっていう流れなので、そこで家を出る、強制的に家を出るっていうことがあったんですよね、19歳の時に。でもその出来事って今のちょっと天王星と月の配置の心とは別に自分の価値観を変えさせられるみたいなことなのかもしれないし、心がもしかしたらその一時的にはこう窮屈にぐっと引き離されたとしても、自分の価値観を変えていけば、結果私今どう思ってるかというと、振り返ると早く自立できててよかったっていう。だから母親元からいなかったんですけども、自分は父親に育てられたので、そのどうしてもじゃあ父男の親ってあんま甘くなるじゃないですか。やっぱりその時に、お父さん離れがちゃんとできている感じだったんで、早い段階で。でも今となってはやっぱそういう自立心っていうのをそこでやっぱ養うことができたし、自分一人ででもその生きていくっていうことに対してはその強くなった気がしていて、でその時は自分が甘いのもあって、もっとね早くから出てる方もいらっしゃると思いますし、自分が甘かったんですけど、やっぱり不満はあったんですよね。だから価値観を変化させられるとやっぱり多少なりとも不満はあると思うんですよ。でも振り返った時に、そのあやっぱりあの時 早めに出ててよかったなって思えたら、そのなんか価値観の変化っていうのはポジティブなものに変わっていくと思えるので、そういう事象がこのサソリ座 の満月の事象なのかなって、ちょっと極端な例なのかもしれないんですけども、ちょうどそれこそ冥王星が逆行中の動画を作ったところで、その自分のこととか向き合う時間も多いので、ちょっとそんなことを思い出したりしましたね。なのでなんか皆さんにとって今手に入っているものも、それを変えさせられることって必ずあると思うんですよ。でもそれは別に全てがなんか悪いわけじゃない。きっとなんか後々になったら、あこの時に手放しておいてよかったって思うこともいっぱいあると思うので、そのことをちょっとお伝えしたかったです。はい。ですので、皆様が今手にしているものっていうものをもう一度見つめていただいて、で自分が何も手に入れてないって思われる方はやっぱりちょっと寂しいじゃないですか。ですので本当にそれを手に入れたい、例えばそれがお金とかねでもいいと思いますし、何か買いたいものでもいいと思いますし、自分の必要とするものでもいいと思いますし、でそこをしっかり見つめるっていうことだけでも、それこそ今ってねネットでね欲しいもん見れるので、見てそれを本当に手に入れるぞってイメージすることだけでも、この海王星と水星のイマジネーションで共感することによって考え方意識を変えていくっていうことにはつながると思うので、サソリ座の満月は自分の手にしているものにもう一度その向き合っていただけたらいいかなと思いました。またそのサソリ座の方は特に強い影響を受ける方も多いかもしれませんので、ちょっと別にお伝えしました。と私のチャンネルは占星術の講座や新月満月のメッセージ、
十二星座の運勢などを配信しています。で最近ライブ配信で無料鑑定を始めています。でそんな感じで、もし配信するとすれば金曜日か土曜日の20時30分になります。ですので新月満月にちょっと当てはまりにくい日とかもあるかもわかんないんですけども、極力その付近で配信しますので、ぜひそのあたりをチェックしていただければと思います。最後までご視聴していただきましてありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様のハッピーを心よりお祈りしております。ありがとうございます。画面の QR コードよりアットライン山田アリス事務所とお友達になってね。 Twitter で毎日のラッキーフードがわかります。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。 YouTube の公開を通じてあなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。